この色です皆さん、覚えておいてください。この色、全体的にこの色、裏がこの色になったら OK ですよ。どうも、レイラさん、リュウジです。はい、ということでですね、今回はですね、全然シラフなんですけども、私も野菜あんま好きじゃないんですけども、野菜が好きじゃない私が唯一好きなのがナスなんですね。僕のレシピ、ナスものすごい多いんですよ、僕が好きだから。この中で一番うまいです、これ。ナスの唐揚げは2番目ぐらい、その上がこれ。これ本当にうまいです。まあ、少しね、手間はかかるんですけども、最高にうまい揚げナスの漬けっていうのがあるんですね。究極のナスの漬けです、これ。今回はですね、これで、勢いをつけていきたいと思いますので、究極のナスの漬けを作っていきます。リュウジのバズレシピ。材料紹介です。これね、昔のレシピが、まあ、かなりアバウトなレシピなので、後で変えるかもしれないんですけども、まず大根ですね。大根は測った 250g のもの、これね、皮はちょっと、今回はね、剥いて、大根おろしにします。長ネギです。これ3分の1本ぐらい、40g ぐらいですね。生姜、20g ぐらい。できれば国産の生姜が香りが高いので、いいと思います。あと、ナス。今回ね、5本用意しました。もっと食べたい方は、もっと揚げてもいいです。こんな感じで、用意してます。こんなもんです。まずね、お野菜を切っていく。今回ね、漬けになりますんで。酒。酒いきますか。あ、また酒飲むの忘れた。またクレームになっちゃう、みんなから。最高にうまいナスの漬けをやっていくんですけども、ナスを漬けるっていうことはですね、味がギュッと染みるんですね。私いつも言ってるようにですね、料理っていうのはですね、料理の気持ちにならないとダメなんですね。なので今回はですね、僕も漬けていきたいと思います。僕が使う調味料はこちらでございます。焼酎漬けに、私も究極の、レモンサワー漬けになっていきます。くぅ、夏はレモンサワーですよ。ということでやっていきます。大根おろし、まあ、このまま、ね、皮付きのまますってもいいんですけども、すりにくいので、皮むいちゃいます。はい、むいた皮はね、きんぴらにします。ね、油でね、炒めてね、めんつゆかなんかで炒めると、すごい、すぐ簡単にきんぴらっぽくなるんで、おろしにしていきます。大根はね、根元の部分使ってます。青首大根の頭の部分の方が辛みが少ないです。大根っていうのは先端に行けば先端に行くほど辛みが強くなるので、辛いのが好きな方は先端の方を使っていただいたのがいいです。おー、よし、今日はこのぐらいで勘弁してやる。大根おろしって、おろしたらこの汁ちょっと絞るじゃないですか。今回はこの大根の絞り汁、これ全部使います。めちゃめちゃ大根の味がしてうまいんですよ。長ネギも青いとこにしましたけど、まあこれは別に白いとこでも何でもいいです。小口切りにしましょう。長ネギ、ここに、ぶわーやります。こんな感じですかね。生姜なんですが、まあ僕の場合は、千切りにします。で、生姜は皮付きのままでいいです。皮ってすっごくいい香りがするんで、皮も使っていきたい。生姜スライスして、こんな感じで、千切りにしていきます。以上。はい、こんな感じですね。こいつも、バーっと入れていく。はい。まあ、こんな感じで、ね、生姜千切りにして入れていく。このね、生姜の爽やかな香りも、非常にポイントでございます。食べると結構、ピリッと辛いです。苦手な方はおろしちゃっても大丈夫です。ここの、首のところをね、頭のところをこうやって切りますよね。こんな感じでね、切れ込み入れていただくと、いいです。そうすると油がね、この皮の部分からも入りますんで、柔らかくで、美味しくなります。こうですね、はい、こんな感じで切ってます。じゃあこれも、こんな感じで、はい、こんな感じでちょっと細かめに切っとくか。これぐらいでもいいな、これぐらい。まあ、ちょっとでかいのと、ちっちゃいの混在してますけども、まあ、それも愛嬌っていうことで、ね、はい、こんな感じですね。だから半分にしたものに切れ目を入れて3等分って、なればいいです。ちょっとね、大きかったんで、こんな感じか、こんな感じで、はい、はい、じゃあナス切り終わりました。残りの濃縮のめんつゆ、これが、
大体に 100cc ぐらい。僕はね3倍濃縮のこのヤマサのを使ってるんですけども、ヤマサのがなければ4倍とか2倍とかみんな売ってるじゃないですか。それは頭で考えてやってください。4倍だったら減らすんですよ、2倍だったら増やすんですよ。はい、透明のつゆぐらいの濃度になります。ちょっとね味見してみてください。これよく混ぜてね。でネギがちょっと辛いなとか生姜辛いなって思う方は水に浸してから入れてくださいね。はい、じゃあですね、今からナスをちょっと揚げていきます。僕が揚げるんだったらね、デカめのフライパンに大体1センチないぐらいですねの油を引いていただければ結構です。でこれで温めます。揚げ焼きみたいな感じで大丈夫です。最初はね、強火で、油自体を温めて、あとは中火で結構ですんで、皮の面から入れるとナスの、皮の色がね、出ますんで、皮の面から入れていただくといいかなっていう。はい、入れた時にシュワシュワっと、なる感じですね。これぐらいのフライパンだと全部入りきるかな。はい、あ、ちょうどぴったりですね。さあ揚げていきます。でかね、まあうまいんですよ。これ見てください、この色ね、揚げナスのこの色です。もうやっぱりね、ナスはね一度揚げてからつける、もうこれに限ります。この機会にねぜひ試してほしい。ここら辺がこうちょっと油染みたなってなったらひっくり返します。お茄子がいい色でしょう。ひっくり返して、全体をトロッと揚げ茄子にしていきますね。これね、トロッとしてくるまでこうやって揚げます。そしてこの油のオーケストラを聴きながらレモンチューハイ飲んでます。くー、ひっくり返したらもうちょっとね強い火でもいいです。中火と強火の間ぐらいで、結構ね高い温度で揚げちゃって大丈夫です。ひっくり返してちょっと火を強めて 3,4 分揚げる感じですかね。揚げて水分が抜けたナスっていうのは美味しさがギュッと濃縮されますんで、そこにめんつゆの旨味が入るとね非常に美味しいナスになるんですよ。皆さんどうですかね、このナスの色。はい、こういう柴犬色になったらですねいい感じですね。この色です、皆さん覚えておいてください。この色、全体的にこの色、裏がこの色になったら OK ですよ。はい、じゃあね取り出していきたいと思います。こういうのでねガッと、取っちゃうと楽です。ね、はい、こんな感じですね。こんなで、もうね、触ってみると分かるんですけど、もうすごくじゅわっと、したナスになってます。はい、この色です。よく油切ってください。油切って、切ったナスを、まあ、こんな感じで、はい、入れていきます。もう漬けですね、こんな感じでね。こうやってナスをね漬けてくんすよ。こうやって夏はたまんないから、これこんな感じですね。はい、でここにごま油ね、まあ、大さじ1程度で結構です。これをね回しかけてください。はい、これでね非常にまたごまの香りがですね溶け込んでですね非常に美味しくなります。軽くなじませてください。でここで、大量の七味唐辛子、ちょっとごめんなさい青が欲しいんで小ネギも散らします。はい、はい、これで冷蔵庫でキンキンに冷やして1時間から30分、30分から1時間冷やしておけば大丈夫です。もうこの漬け汁が冷めたら OK。 はい、ということです。大体1時間ぐらい使ってありましたね。ちょっともう行ってみたいと思います。はい、どうぞ。私もうこれ見るだけで飲めるね。冷え冷えになってます。こいつは暑い夏にいただきます。完成です。それではできました。いただきます。いただきます。あー、よそっちゃいます。もりもりでいきましょうか。いただきます。大根おろしでガッツリのっけて、うまっ。なんだこれ、おろしめんつゆが最高。この冷たいつまみがいいよね。これはうまいわ。てか全てがよ。単勝もいってみていいですか。これナスにさめんつゆがギュッと入ってて本当に美味しい。ストップチャンス。でもいりますか。
いただきます。うまっ。めちゃめちゃうまいです。千切りにした生姜とか、うん、めちゃめちゃ爽やかで体が夏になるんですよ。でなんかもう食べてるだけで涼しいです。体が夏になる。で持ってた。どうですか。いや最高です。かき切れ おふざけが過ぎないです多分これなんか結構大量に作っても、うん、多分ちょいちょい絶対つまんじゃうんですよね。食べるとつゆ余るじゃないですか。これはもう絶対そうめんつけてくる。あーもう最高です、うん、ナスちょっと残しててもらってぶっかけそうめん最高です。ごちそうさまです。過激で最高。ごちそうさまです。体が夏になる。ということで皆さん今回のレシピはどうでしたでしょうか。ロトで水分が抜けたナスに大根おろしのつゆとめんつゆが入ることによってこんなにうまくなるんだっていうのを皆さんに体験していただきたいので、こちらめちゃめちゃおすすめですので、ぜひ皆さん夏になりましょう。あーめっちゃ面白いちょっとなんて言っていいか分かんないです。はいはいはい。で持ってたの。そこで笑うって。なんか、じゃあ、だからボソとかレボってる。